約2年ぶりに桃がイベント開催します。こんにちは、桃かです。えー、というわけで私桃かテストをやって終わりました。今回まあ中3の最初のテストだったんですけども、まあ、結構難かったですね。はい、一番今回自信があるのはまあ国語ですかね。はい、まあ、数学は微妙、英語はめっちゃ難かったですね。はい、まあ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 プラスにいきましょう。というわけで本日は久々にちょっと嬉しいお知らせしたいと思います。で、今日何点かあるんですけど、まず1つ目、なんと今回私ももか2年ぶりにイベント開催することになりました。イエイ。はい、というわけでもうほんと皆様お待たせいたしました。ちなみに前回の人生初のオフ会っていうのを2019年の夏にね開催したんですけども、早いですね、もうあれから2年。まあね、結構その後も次は大阪の方でオフ会しちゃおうかなとかね、すごい言ってたんですけど、まあ今このコロナとかのいろいろこのご時世でちょっとねできなくて、いろいろとね予定してたものとかも全部キャンセルになっちゃってずっとできてなかったんですけども、今回久々にイベントの開催が決定しました。ということで詳しく紹介していこうと思うんですけども、まず今回イベントの開催に伴い、ももかチャンネルオリジナルグッズ2点発売されます。まあ新作ですね、新作。まずそちらの1点目ちょっと紹介していきたいと思います。まあそちらが今回のこのイベントにも非常に関わってくるものとなっております。それがこちら、じゃーん、ももかチャンネルオリジナルもっさんポーチかっこウィズライブチケット付き。見て、このモスさんのデザイン、なんと私が書いてちゃんと一からデザインしたものでございます。まあ、こちらの色合いとか、まあ、モスさんって普通だからちょっとカラフルな感じなんですけども、ちょっとね、ちょっと何これ限定みたいな感じにしたかったので、ちょっと白黒でパンダっぽくなっちゃったんですけど、一応これチワワなんですよね。はい、これにしました。はい。ということで、この今回モッサンポーチのためだけに書き下ろしたモッサンポーチとなっております。まあこちらのモッサンっていう字も私が書きました。結構ね、街があるのでだいぶね大容量入ると思います。で、上のチャックもこんな感じで黒で合ってて、で結構横まであるんでカバッと開く感じです。このサイズ感が絶妙で、まあもちろん小物や化粧ポーチとかでも使おうと思うんですけど、あと筆箱とかもいけるね。で、これね、この大きさなので、お財布とスマホだけ入れて、ちょっとまあ、お出かけ用のちっちゃいバッグ的な感じにしてもいいと思います。はい、まあ、見てもらうと分かる通り、こんぐらい中ね、ガバッと開いしくし、しかもね、四角っぽい感じなんで、だいぶ私的に入るし、結構いろんなものに使えると思いますね。で、私今回このポーチを作るのにあたって、もういろんなね、このポーチの生地たくさんある中で、私が選んだのはこちらの、これなんていうの、キャンパス地っていうのかな、こんな感じの。まあやっぱね、デニムっぽいのもいいなって思ったんですけど、やっぱりね、この白のキャンパス地が可愛かったんですよね。まあ今回はマジで私ももか自分が使いたいっていう感じのデザインにしたので、ぜひね、私もこれバチバチ使っていきますので、ぜひお揃いで使ってみてください。そして今回このモッサンポーチなんですけども、なんと数量限定発売でございます。で、なんで数量限定発売かって言いますと、なんと今回のこちらのモッサンポーチにはウィズライブのチケットというものがついております。で、ウィズライブって何なんだって思いの方もいると思うんですけど、こちらオンラインのイベントでございます。こちらのイベントの日程なんですが、7月の10日土曜日に開催されるウィズライブ1枠60秒間の私ももかとの1対1でのオンライントークイベント、こちらにね招待させていただきます。だからビデオ通話みたいな感じだよね。こちらのね、数量限定のモッサンポーチを購入していただいた方には、1つにつき60秒間の私ももかとのオンライントークイベントに参加できます。だから2個ゲットしたら2分ってことだね。ということで、ぜひね、お父さん、お母さん、妹、弟、ひばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、みんなの分ぜひ買ってあげてください。で、ちなみにこちらのモッサンポーチなんですけども、販売期間は6月の21日。まあ、明日ですね。明日のお昼の12時に発売開始でございます。
そしてこちら販売期間は6月28日月曜日までとなっているんですが、こちら数量限定ということで、限定数終了次第発売終了となりますので、そちらはご了承ください。まあ私もまあそこのところはもう全くね予想不可能ということで、本当に本当にすぐねなくなっちゃう可能性もあるかもしれないので、ぜひねもう我こそはっていう方は明日のお昼12時から発売開始ですので、ぜひお早めに注文してみてください。というわけで、こちらのモスさんポーチ、ウィズライブ私とのオンライントークイベント付きで、1つ2500円となっております。ぜひ、ゲットしてください。で、ちなみに今回、こちらのオンラインイベントしようってなったのは、本当はね、実際にオフラインで皆さんと会えるようなイベントやりたかったんですけども、ちょっとまだそれはね、間に合わなかったので、今回は逆にね、このオンラインのイベントにすることによって、もう本当それこそ全国ね、もう北は北海道から、南はもう本当沖縄県の人まで、もう全国のいつもももかチャンネルを見てくれてるよって人と、このウィズライブで直接お話がしたいなということで、このイベントを企画しました。ぜひね、私も本当に楽しみにしてますので、7月10日の土曜日、ぜひね、こちらのモッサンポーチをゲットして、私とのウィズライブオンライントークイベント楽しみましょう。ちなみに今回のこのポーチは、今回このイベントのためだけにデザインしておりますので、今後一切販売することがございませんので、まあ一応レアとなっております。だしね、こちらを今度会った時とかにこれを持っている人がいたら、ウィズライブでお話しした人だってなりますね。ってぐらい、これからの私ももかの歴史の中でも、こちらのポーチはとても思い出深い一品となると思うので、ぜひ可愛がってあげてください。以上がももかチャンネルオリジナルモッサンポーチ、ウィズライブチケット付きのお知らせでした。というわけで続きましては、まあ最初始まってからちょっと気づいた方もいると思うんですけど、私の今日のファッション、見て。これ麦さんなんですよ。麦ちゃんなの、ほら、この T シャツ。というわけで続きましての新しいももかチャンネルのグッズは、このほぼ JK フォト T シャツでございます。これめっちゃ可愛くないですか、これ。なんかこれね、デザインはこんな感じで、この、動画見てくれてる方ならわかると思うんですけど、麦ちゃんの1歳の誕生日の時に、麦ちゃんがバチバチに座ってた時の写真を、こうね、選んで印刷したんですよ。これ麦ちゃん完全に YouTuber ですよね。で、ここに、まあ私がよく言う、ほぼ JK。中3はほぼ JK というわけで、まあ、ほぼ JK っていう文字を入れたやつですね。今めちゃめちゃアニマル T シャツ流行ってるじゃないですか。だし、うちすごいアニマル T シャツ好きで、結構ね、着てたりもするんですよ。なので今回こちらをね、デザインしたポイントとしては、私ももかが売ってたら絶対買うなっていうようなものを作ってみました。まあこれね、この前にこの写真を印刷するのか、バックにプリントするのかっていうのすごい迷ったんですけど、まあやっぱ麦ちゃんをセンターにいてほしいということで、前に印刷しました。しかもこれ生地がめっちゃいいんだよね、これ。で、以前のモッサン T シャツを買っていただいた方もいると思うんですけど、今回のこちらのほぼ JK T シャツは、ちょっとね、T シャツの生地とかにもこだわりました。ちょっとね、これ伝わるかな？これ前回の T シャツと比べてみてください。分厚いんですよ。今回こちらは 10.2 オンスのスーパーヘビーウェイト T シャツ、そちらをベースとして作っておりますので、結構着た感じの生地感もすごいしっかりしてて、なんかより一層高級感あふれる一品となっております。これ白 T なんですけど、下のこういうね、キャミとか、下着とかも透けない感じなので、めっちゃいいと思います。これね、ぜひ、私もこれヘビロテ確定だと思いますので、ぜひ皆さん今年の夏のヘビロテアイテムとして、ちょっと活躍させてみてはいかがでしょうか。で、今回ちょっとなんで麦ちゃんにしたかっていうと、まあ、なんで麦ちゃんにしたかっていうよりかは、普通にこの麦ちゃんの写真がすごい好きで選んだんですよね。まるちゃんも、なんかいいのあるかなって思ったんですけど、意外とあの子ね、俳優系なんで、全部写りがいいんですよ。っていうか普通に可愛い写真になっちゃってて、なんかどうせならね、個性的なの見せたいじゃないですか。だからこのバチバチに座っている麦ちゃんにしました。なのでもしかしたら今後第2弾第3弾の時にまるちゃんを登場させるかもしれないです。まあ形的にはほんとスタンダードな T シャツって感じなので、結構いろんなファッションに合わせれるんじゃないかなって思います。ちなみにこちらのサイズ展開はメンズサイズで S サイズから XXL までございますので、ぜひ好きなサイズをお選びください。で、気になる他のサイズ感も紹介したいと思います。はい、まずこちらがメンズの S サイズでございます。まあこれは私的にはジャストサイズって感じですかね。まあ今時結構 T シャツってオーバーサイズ目流行ってるじゃないですか。まあこの私の体型的にはこのサイズ、この S がジャストかなって思います。ちなみに私の身長は154センチです。
はい、続きましてこちらが M サイズです。これがもうザ・ダボっとしてる感じですね。うち的に一番好きなサイズですね。まあ、中にはね、あんまダボっとしすぎてるの気持ち悪いって方もいるかもしれないので、そういう方はね、さっきの S サイズとかの方がちょうどいいのかな。はい、着丈はこんな感じです。で、結構うちはね、こうやってこのまま着てもいいんですけど、まあ私的にはこんな感じでちょっと袖を折ったりしてもすごい可愛いなって思います。はい、これが M サイズです。はい、L はこんな感じで、結構着丈はだいぶダボっとします。もう本当にめっちゃダボっとしたのが好きっていう方はこのサイズがね、いいと思います。ちょっと私的にはちょっとデカすぎるんですけども、まあ一応ね、サイズ選びの参考として見ていただけたら嬉しいです。はい、続きまして、この私の L サイズなんですけども、これうちのパパに着せた映像を出しますね。ちなみにうちのパパの身長は173センチです。ややポチャ気味の人です。そういう人が L サイズを着るとこんな感じです。もうこれはジャストサイズって感じですね。続きまして、うちのパパに XL を着させるとこんな感じです。まあ普通に全然着れるし、まあ、ダボっとしてる感じでいいなって思いますね。だからうちのパパ的には XL ぐらいがちょうどいいのかな。で、ちなみに今回ちょっと映像は用意してないんですけども、こちらのね、さらに上の XXL というサイズもありますので、さらに大きい方はそちらをご検討ください。というわけで、こんな感じでパパが着てても全然こんな可愛いなって思うので、全然こういうの男性着てても可愛いと思うし、ぜひね、彼氏や兄弟やお父様、メンズの方もぜひ着てみてください。というわけで、ももかチャンネル新商品、ほぼ JKT シャツのご紹介でした。ちなみにこちらの T シャツには、オンラインイベント参加のチケットとかついてないので、ご了承ください。で、こちらは数量限定とかはございません。まあ、今回ね、前回よりさらに生地とかにこだわっちゃったので、ちょっと今回のこの T シャツは前回のに比べるとちょっと高くなっちゃったんですけども、その分ものにはちょっと自信がありますので、ぜひ皆さんこの夏にはね、私と一緒にほぼ JKT シャツ着ちゃいましょう。チャンネル登録してね。はい、というわけで今回はももか2年ぶりにイベント開催というわけで、新作グッズのお知らせとオンラインイベントの告知をさせていただきました。もう本当にね、久々で私も皆さんとお話できるの超楽しみにしてますので、ぜひね、7月の10日土曜日、ウィズライブでお会いしましょう。そして皆さん、そのウィズライブに参加するために必要なチケット、そちらをゲットするために、明日月曜日お昼の12時から発売のこちらのモッサンポーチ、こちらもぜひ売り切れる前にゲットしちゃってください。というわけで、本日はお知らせ動画でした。ぜひね、こちらゲットできた方はコメント欄にね、ゲットしたよとかね、書いてくれたら嬉しいです。あとツイッターとかインスタとかでも書いてくれたら嬉しいです。それでは皆さん、バイバーイ。待ってます。 Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.